こんにちは。こんにちは。はい、豊さん。はい。今日も3連戦を振り返る時間です。ねえ。まあ今日で前半終了したけどもね。ねえ。まあすごい試合があったね、中にね。なんかね、もういろんな試合ありましたけど。うん、まあそうだな。接戦もあれば。まあ、すごい熱中症でおかしくなる。体調がおかしくなる人もおったし、これはね、なりますね。なるな。何もしないでも外にいるだけで具合悪くなりそうです。いや本当やね、うんまあでもなんかすごい面白い試合が多かったなっていう感じがするね。そうですね。はい、はいはい、まあ高校野球もね激化してるこの、まあそうだね、時期ですが、はい、はい、まあ皆さん気をつけてよって、暑いからねって。本当 ね、 ね、はい、看板のちーちゃんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、ね、はい、ということでセリーグ、はいね、はい、こうなりました。すいません、はいはいはい、はい、ということで、はい、中日と巨人は、巨人が2勝1敗の勝ち越し、はい、ヤクルトと DeNA はヤクルトが2勝1敗の勝ち越し、はい、阪神と広島は広島が2勝1敗の勝ち越しでした。はい、はい、さあ行くよ。中日巨人、うん、ね、高橋宏斗、はい、メヒア、松葉、うん、巨人は戸郷、グリフィン、菅野というね、はい、投手陣で言ったけども、うん、まあ1試合目1対0、高橋宏斗、うん、昨年から12イニング無失点中。何？12イニング？12イニング、イニング、うん、無失点中、はい、まあ戸郷は、昨年から25イニング無失点中だったんだよね、うん、はい、でそれが2回、うん、細川がねホームランを打つ、はい、まあ外を狙ってたんだろうね、うん、まあちょっとインハイ気味に来たんだけども、うん、それを見事にホームランを打ったというね、うん、その1点だけだったという、まさかのこれで試合が決まるというね。まあただね、うん、まあ最初に冒頭に言ったじゃん、やっぱ2人ともそのチームに対しての相性がすごくいいんだよね、うんうん、失点が少ない、うん、それがやっぱりこう今年の特徴っていうか今の野球の特徴である、うん、まあホームランで決するというね、うん、まあ、それが2回だったけども、うん、やっぱ高橋宏斗が、はい、すごくヒーローインタビューで細川さんの先制点がすごく楽にしました言ってんだよ、うん、逆にピッチャーによっては苦しく思う時がある、1点しかないから守らなきゃいけないから、うん、でもそれを楽しげにやっぱり言ってるっていうのがヒーローインタビューでね、うん、まあその器の大きさっていうのがなんかすごく感じるなという。なるほど。まあ高橋宏斗、8回、うん、121球、うん、4安打、12三振、まあ無四球、無失点という。すごいですよね。そうね。うん。で、戸郷、うん、7回、はい、110球、うん、6安打、6三振、うんうん、まあ2四球。フォアボールね。はい、うん、1失点というね。でまあ、高橋宏斗は、うん、まあ、ここのところは26イニング無失点中というね、うんうん、まあ、そういう記録も継続してるんだけども、はい、やっぱねこの試合でねちょっと感じるのは、うん、岡本が非常に高橋宏斗に良くないんだよね、うん、まあ、ゲーム始まる前かなんかで24打数2安打という、うんうんうん、まあしっかり止められてるというね、はい、まあでもあのピッチャーをカムにするピッチャーバッターっておらんからな、うん、まあやっぱ高橋宏斗の凄さっていうのがね今充実してるな本当に見てると本当 ね、 ね、はい、で中日は、まあ、3連敗をストップしたという、うん、やっぱエースだな高橋宏斗が ね、 ね、はい、で2試合目、うん、4対3、また1点差、はい、巨人ね、はい、うん、まあ、フォアボールの、まあ、これ初回なんだけども、うん、フォアボールの丸、はい、が一塁にいてね、うん、まあ、吉川のヒット、はい、ノーアウト一三塁を作るんだ、うん、まあ、吉川がねよく本当に丸の好調さを生かしてるというか、うん、ヘルナンデスがゲッツーで、うん、ゲッツー崩れて、うん、初回に先制するんだ1点を、はい、で3回、うん、ツーアウトから吉川ヒット、ヘルナンデス、岡本が連続四球、うんうん、で満塁になった時に、うんうん、大城が2点タイムリーと、ね、何を言いたいかというと、うん、メヒアが出した3つの四球を全て得点にしてるんだよね、うん、巨人が、うん、だからやっぱそのバッティングの好調さもあるけども、うん、フォアボールを取るというね、うん、だからまあ昨年その阪神がね、うん、フォアボールを数多く取ってそれを得点に結びつけて、
まあ、優勝したという、うん、まあ、そういうことが巨人もできつつあるね、これね。うん、ね、ヒアス投手はね、3つしか出してないフォアボールなんだけど、それが全部得点。そうなんだ。だから非常にもったいなかったなというね、うん、まあそんな感じがする。決してね、うん、悪くはなかったと思うんだよ。ちょっとずつ外れてるんだよね。うん、でやっぱ審判との相性もあるのか知らないけど、いやストライクどっちでもいいなっていうのがことごとくボールにされてて、うん、まあそれで苛立ちっていうのもあったんだろうけども、うん、まあちょっともったいなかったな。なるほど、うん、でこの試合で4番に帰ってきた中田が、うん、中田翔がね、うん、福永を一塁に置いて、うん、右中間にタイムリー、細川がヒットでつないでノーアウト一三塁、うん、で内野ゴロの間に1点を返して、まあ都合2点取るんだけども、はい、2点取って追い上げるんだよね、うん、で9回に大勢から1点返すも、まあ負けるという、うん、うん、ただねこの試合でグリフィン、うん、まあここのとこずっと調子がいい、ね、やっぱりね投げ切るね、うん、このピッチャーは、うん、うん、それとリリースポイントのところで力爆発できる、うん、だからホームはゆっくりして見えるんだけども、うん、来てるボールは力強いボールが来るというさ、うん、だからグリフィンが6回3分の1、うん、100球、うん、4安打、8三振、1四球の2失点という、まあ、この回は、まあ、それまではね、7回、1失点でずっと抑えてたんだよね、うん、うん、まあ、この回、ちょっと、6回3分の1で2失点ということで、まあ、捕まったような感じだけども、うん、まあ、でもゲームはしっかり作るしさ、まあ、安定してるなっていうのは感じはしたよね。うん、なんかね、グリフィン投手投げると毎回こうね、そんな感想になりますね。まあまあそうだね、うんうん、まあここのとこいいね、すごくね、うんうん、で、3試合目、はい、4対1、まあ巨人、はい、今日はね、ちょっと都合上ね、うん、まあ仕事の関係上、3試合目を多く、たくさんこう見れてないんだよね、うん、まあ巨人のところはちょっと断片的に見たけども、うん、仕事行く前にね、うんうん、デイゲームだったから、うん、まあこれは菅野が勝ちました、はい、ね、6回89球、うん、5安打5三振、まあ、1失点という、うん、勝ってくれれば、うん、ね、菅野が勝ってくれればもう巨人は御の字という、うん、まあ、するとこの試合で若林がそうそう、あ、移籍後初本塁打、ね、5回にツーランで先制するという、両リーグでホームランを打ってるっていうのがね、ちょっと記録なんですね。どうまあ両リーグで打ってる人は違う、そのワンシーズンで、ああワンシーズンでな、ああ、まあそうか、移籍前と移籍後で、まあそうだね、まあ打ったね、そうそうそう、うん、そういう記録があるんだね、あるんですよ、珍しいんだね、そうそう、はいはい、はい、で6回にも2点取るんだけども、うん、この中で守りがね、あ、ゲッツーで点が入らないと思ったところがあって、うんうん、で板山が取って反転してリュークに投げるんだけど、はい、リュークがねジャックするんだよね、ジャックル、うん、それで一塁がセーフになって1点失うんだよ、うん、あ、もったいないなと思ってさ、うんうん、だからやっぱり中日も非常に固定メンバーができつつあるんだよね、うん、なるほど、でその中で、うん、まあ田中を使ってるけども、うん、田中を使ったり板山を使ってるけども、うん、やっぱショートも山本使ったり今日はリューク使ったりだとかさ、うんうんうん、やってるけどやっぱりコンビネーションが崩れるとさ、うん、やっぱこういう失点って痛いよね、やっぱゲッツーが取れて無失点に抑えられたっていうところを、うん、やっぱ1点失うわけだから、うん、だからね、やっぱ特に二遊間っていうのは固定できれば理想だね、今日、うん、中日は。なるほど、うん、なかなかこうね、一番重要なところでしょうかね、まあ、重要な、こういうね、ちょっとした守りなんだよ、これエラーにならないんだけど、うん、ちょっとした守りがやっぱほころびを生むというね、うん、前半戦巨人は本当に順調に来たなという、うん、まだチームとしての完成度ということに関しては、うん、安倍監督は満足はしてないと思うけども、うん、まあでも首位で折り返せるっていうことはね、まあいいことかなっていうことと、はい、まあ、中日はこの試合で中田が一発出てたんだよね、はい、で戻ってきて、うん、まあ2戦目は、福永を返したりだとか、うん、まあ、3戦目では
ホームラン打ったりだとか、うん、やっぱこう中田がね4番でどっしり構えててくれると、うんうん、まあ後半戦も特に楽しみだなっていうね、うん、まあ、そんな感じがします。まあそういう3連戦でした。はい、はい、ということでさっき言ってた若林選手の両リーグの同一シーズンでっていうのは、はいはいはい、史上9人目。そんなに少ないんだね。そうなんですよ。で、まあ、まあ移籍するっていうこと自体がね、そうそう、で両リーグ本塁打っていうのは9人しかいないそうですよ。なるほどね。はい、ということでした。はい、はい、でヤクルト対 DeNA、うん、ね、ヤクルト吉村、サイスニード、奥川、はい、DeNA、ジャクソン、石田、ケイ、うん、1試合目8対7、はい、DeNA、うん、この試合はね、4本のホームランが飛び出した、ねね、ヤクルト、うん、村上ソロ、はい、オスナソロ、はい、DeNA、うん、オースティンの2本、はい、それがツーランホームランが2本ということで、ね、オースホームランだけで4打点ね。まあそうだね、うん、だから非常にホームランは、お互い2本ずつ出てるんだけども、うん、このツーランとソロの差が出たのかなっていうね、うん、まあそんな感じがします、はい、それと、DeNA の方は下位打線から上位につないだ、うん、でその1番を打ってる、つながれた梶原、3安打3打点、ね、まあ、オースティンが4打点ということで、うん、1、2番で7打点、まあ、上げてるんだよね、うん、うん、だから、まあ、そういう意味ではその打線のつながりとかね、うん、まあ、そういうことを考えると、まあ、非常に、DeNA の方が、うん、まあ、1枚 上手だったかなという。なるほど。で村上ソロ、うん、オスナソロっていうのは、うん、やっぱ前のバッターが出てないということだよね。うん、そうですね、うん、だからつながりということを考えると、うん、やっぱ DeNA の方が良かったかなというね、うん、ジャクソンで、はい、この試合4回途中そう熱中症の症状で降板ということ、うん、ねえ、うん、この日はね他にも宮崎選手と山本選手もちょっとしんどくなったって言ってましたけど、まあね、やっぱね今日グラウンドに行ったけど、うん、半端ないねちょっと、うん、あ暑いこれね、外に出ない方がいいですよなんていう予報が出るぐらいな時に、まあまあそうだね、なかなか厳しいですよね。でも超満員でゲームやってるからね、うん、まあ見てる人も大変かもしれないけど、お客さん大変ですよねこれは本当に。で、まあ、中継ぎ、うん、金久保、まあ、石山がちょっと悪かったね、ヤクルトの方は、うん、まあ、逆に DeNA の方は京山、坂本が頑張ったという。なるほど、うん、まあ乱打戦ということでね、ねえ、はい、まあ乱打戦になるな。両方合わせて何年安打、33安打、そう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 、すごいね。いや、まあ壮絶な打ち合いになったというね、うん、暑い中ですね、はい、で2試合目、はい、6対4、うん、でヤクルト、うん、うん、まあここもヤクルトホームランこの試合3本、はい、あ村上ソロ、うん、オスナ2本、うん、ね、同点のホームランを安崎から、うん、ね、まっすぐ打ちました、はい、で、勝ち越しの2本目は中川から、うん、多分フォークボールだと思うけども、はい、まあ、それをポールにぶち当てたというね、うんうん、うん、まあ見事なホームランだけども、はい、まあ、サイスニードは、まあ、4失点、うん、ね、あまり良くなかったね、4回3分の1を、ゲームを作れないと、うん、ね、まあ、しかし、まあ、昨日 DeNA が中継ぎ頑張ったんだけど、はい、この日は、うん、ヤクルトの星、はい、田口、うん、ロドリゲス、うん、山本、大西、はい、と繋いで頑張るんだよね、うん、で大西はプロ初セーブということで、はい、抑え切ったというね、うんうん、でね、この試合、まあ、1試合目から変えたところっていうのは DeNA は、うん、5番に山本入れて6番に渡来、はい、7番井上、8番森にしたんだよね、うんうん、でその前の日は、はい、渡来が7番で、うん、猛打賞打ってんだよ、はい、それで上位につながっていったんだよね、うんうん、でこれを一つ上げることによってつながらなくなってるというか、あ、なるほど、まあ、7番井上、8番森、まあ、
この流れが悪かったのかなという感じがするね、うん、で上位梶原オースティンが、うん、当たってただけにね、うんうん、まあ共に3安打してるんだよ、うんうん、まあ、梶原もオースティンも ね、 ね、まあ、それだけにやっぱ下位からつながれる、うん、まあ、渡来が非常に状態いいんでヤクルト戦もいいし、うんうん、だからやっぱこれを一つずつ繰り上げたというのがちょっとつながりをなくしたかなという感じがした。うん、なるほど。まあ、打順の組み方ってもう難しいな。難しいですね、はい、うん、で3試合目、はい、8対7、うん、で1試合目と逆ヤクルトが勝ったというこの試合大変なことでしたよ。いやもう、ね、この試合中継してたけど、そうそう、豊さんね、うん、まあもう本当に真相ゲームで、うん、まあ、結果から言うとオスナがサヨナラヒットを打つんだけども、うん、で途中オスナが同点弾、うん、はい、同点タイムリーを打つんだよね、うん、で勝ち越しか、勝ち越しを打つんだよ、はい、で1点リードして8回赤羽が、うん、ダメ押しかなって思えるホームランを、うん、打つんだよね、うんうん、で2点差あるから8回じゃない7回ね、7回に打つんだっけ、赤羽がね、うんうんうん、あ、これもうダメ押しになったなとか思ったの、うん、そしたら9回、うん、ね、梶原ヒット、うん、それもちょっとポテンヒットのツーベース、うん、ナイス走塁だったよ、うんうんうん、まあ、これでオースティンはゲッツーもないし、うん、もうフリーに打てるという、うんうん、でこれが同点ツーランだよ、ね、いやなんかね嫌な感じはしたんだよね。何に？オースティンにやっぱこういうところでね最近よく打ってんだよ、うんうん、だからなんかちょっと嫌な感じがしたんだけど、うん、まあでも嫌な感じって言ったら変だけどさ、そうそう、なんか出そうな予感とか、ね、まあ予感だよね、うん、まあしたんだよね、うん、でそれで延長に入る、はい、これで追いついてね、はい、で11回そう佐野が勝ち越しのツーランを打つ、もうこれね10回は点が入らなくてね両方、そうなんだよ、今日1回点が入った、ああ2点入った、このまま終わるのかなってちょっと思いました。でこの時もあれが出てんだよね、あれが出てる、梶原があれ梶原がよく当たってんだよで佐野が左中間にもう放り込んだと、うんうん、はい、あもうこれで決まったかなとね、あ思ったんだよね、うん、そしたらその裏、はい、坂本が出てきて左が並ぶんだよね、うん、ピッチャーね、ピッチャー坂本が出てきて、うん、丸山ヒット、うん、ね、で先頭バッター出しちゃったなと思ってて、うん、で代打青木1球目の頭の上に来るんだよ、うん、ボールが抜けて、うん、そしたら青木の頭の中で、うん、もう絶対インサイドはないなと、うん、ね、そしたらボール2から踏み込んで、うん、外のボールをレフトに打ちに来たんだよね、うんうん、いやさすがだなと思って、ただ打球が伸びすぎたと思ったら、うん、関根が照明に入れるんだよ、ああ、はい、照明に入っちゃって入っちゃってボールが分かんなかったと思うんだよね、うん、まあ、それを攻撃して、うん、ノーアウト2、3塁になっちゃうんだよ、ちょっと不運も重なりましたね、そうなんだ、うん、ね、そして長岡が、うん、ノーアウト2、3塁っていうことは、うん、やっぱね引っ張るしかないんだよね、うんうん、で引っ張るとなったらどうするか、うん、面白いなと思って見てたの、うん、なぜ引っ張るかというとセカンドランナーをサードにしたいんだよね、うんうん、そしたらおのずとところてん方式で1点入るし、うん、1点差になるしね、うん、そしたら同点タイムリーだ、ね、引っ張ってものの見事に、うん、で渡辺もいいボールホームに投げてきたけどね、うん、やっぱ西川春樹の足速いな、そうダイソーでね、あー青木のダイソーでね、うん、入っててやっぱ見事なスライディングもするしさ、うん、で同点、ノーアウトランナー、ライトは守備変わってましたね、変わってないよ、渡来だよ、梶原選手に変わってます、あ梶原か、そう、あ梶原から帰ってくるんだ、そう、まあ、そうだ、あそうだ、守備固めしてるから、守備固めしたんですよ、そうそうそう、11回に入って、そうだね、そうそう、はい、それでランナー一塁、うん、ノーアウトランナー一塁、うん、同点タイムリーを打った長岡が、はい、で赤羽バント、うん、でそうそう、これを京山がピッチャー交代してて、はい、そうなんです、この赤羽選手の時に
ピッチャーは坂本投手から清山投手に変わってんですね、うん、でわざわざエラーわざわざってあ、うん、でノーアウト1、2塁そうで岩田、はい、岩田が、うん、もうできないと思った初球見た時にうん何あカチカチでいやプレッシャーかかったと思うよ、うん、そりゃねでも3ワンまで持ってってボールをやらずに我慢してね、はいはいうん、それで取りに来たボールをカチンとやったんだけど、うんまあ、見事なバウントだよ、はい、で当然村上が申告敬遠ねこれでワンアウト満塁になりますね、はい、でオスナ、うんまあ、外のまっすぐを、うんまあ、見事にヒットしてサヨナラという、うん、これはやっぱり村上選手と勝負よりオスナ選手と勝負するという方がなもうしょうがないよねしょうがないまあやっぱ詰めるしかなかったと思う、うん、ワンアウトだしそうそうそう、うん、でねこの試合小沢がね、うん勝ち投手になったんだ、はい、でねやっぱ丁寧だし彼は、うん、ただ佐野に打たれたのだけは、うん、ボールにしようと思うのがストライクになったんだよね、うんそれでまあツーラン打たれたけども、はい、ただね前半をちょっと振り返ると、うん、小沢はものすごいいいピッチングしてても、うん、やっぱ勝ちに恵まれなかった、うん、でこの前やっと中継ぎに入って勝てたんだよね、うんうん、それで今日も点は取られたけどこうやって逆転をされるという、うんうんまあ、小沢の流れも変わってきたなっていう ね, ねなんでしょうねいややっぱね一生懸命やってるから、うん、やっぱご褒美が来たんだと思うよ、ねまあ、もうそう考えるしかないと思う、ねまあ、それとねやっぱ DeNA の方は、うん、今日の試合をじっくり見てて、うん、やっぱエラーが無駄なところで多いのと、うん、やっぱ走塁だなうーんあーまあ、あの先頭バッター梶原が出て、うん、オースティンがライト前に落とす当たりがあって、うん、これは 1,2 塁になっちゃうんだよね、うんうん、これ本当はさ上から見ててもどう考えても判断遅いし、うん、これ 1,3 塁にしとかないといけないんだよ、うん、で 1,2 塁から佐野がタイムリーかなっていうのをライト前に打った時に、うん、やっぱセカンドから帰ろうとするんだよね梶原が、うんうんうん、だけどそれがホームでアウトになってるんだよ、うんだからね、これが 1,3 塁をオースティンの時に作れたら楽勝で帰ってるんだよね、うんうん、だからそういう走塁を後半戦、うん、しっかりやってくれればねもう全然優勝のチャンスあるしなるほど、うん、あとはやっぱ京山プレッシャーがかかった時にああいうエラーしてたんじゃ、うん、やっぱ優勝はないしね、うん、だから優勝するためにはやっぱそういうまあ、走塁もそうだし、うんまあ、そういったミスをなくしてほしいなと思うねうん、はい、やっぱねそういう小さなところの積み重ねというところですよねそうなんだね、うんはいまあ、そういう3連戦でしたはい、はい、でも素晴らしい試合だったね最後両チームとも諦めないし、うん、もう主力を尽くして戦ってたという本当ね終わらない、うん、終わらないと思いました、まあ、本当ね、うん、でも素晴らしいゲームでしたはい、ねよかった、豊かさ見に行ってて、はい、はいはい、まあ、DeNA の三浦監督もね、最後まで手は尽くしたけど、うん、何の間違いも多分ないと思うけど、うん、やっぱね、あそこでまあ、あのオスラがよく打ったというだけだよね、うん、はい、はい、で、3戦目、はい、3試合目、うん、阪神対広島、うん、で、阪神、村上、及川、西、はい、で、広島は床田、大瀬良、栗、はい、はいで1試合目、うん、1対0広島、はいねこの日は阪神森下が3番、うん、8番が木浪、うん、で戻ってきましたよ戻ってきましたよいやこう優勝したメンバーがね、うん、やっぱラインナップに戻ってきて、ね、ほぼ固定ということで、うん、戦った去年のような形になってきましたねはいで初回ノーアウト1、2塁、うん森下、うん、佐藤、大山が、まあ、全くダメという、うん、返せなかったという、うん、でこれやっぱ阪神がね打てないから、うん、やっぱ森下にバントできないだろうっていうんじゃなくて、うん、やっぱ1、2塁になった時にはやっぱバントやらした方がいいのかなとか思うけどな、うんうん、実際どうなんですかね森下下手なんだよバントはなるほどやっぱもうアマチュアの時からクリーンアップ打ってるし、うん、バントなんかあんまり経験ないんだけど、うんまあ、それじゃちょっと困るんだよね、うんうんまあ、やらしてみても面白いかなと思うんだけどね、うん
まあ、いいもう近本が出て中野がなんかこうセーフティーバントやって、うん、もうノーアウト 1,2 塁を簡単に作ったんだけどもね、うん、まあ、その後が続かなかったと。本当ですね、はい、うん、で5回、はい、中村ヒット、坂倉ヒット、うん、ノーアウト 1,2 塁から菊池が送るけども、うん、これを坂本がエラーするんだよ、キャッチャーのね、あー、うん、で満塁にする、はい、ね、まあ、シャイナーのゲッツー崩れの間に1点を取るという、うん、はい、ね、うん、いいですか、ゲッツー崩れの間に1点を取る、うん、いいですね、いいですよ、はい、で7回、はい、ね、覚えておいてね、うん、7回、うん、まあ、里輝、大山、うん、野口の3連打、はい、ノーアウト満塁、うん、まあ、野口の打球、秋山がちょっと目測誤ったかなんかわからないんだけど、うん、落としちゃうんだよね、うん、前に、うん、でノーアウト満塁になるんだよ、うん、ね、で続く坂本、うん、ホームゲッツ、はい、ね、木浪がセンターフライで点が取れないという、うん、うん、で9回、はい、森下から始まる打順だったんだけど、はい、阪神ね、森下の、うん、いや阪神ね、うん、森下の強烈な当たりを上本が敗走して、うん、大ファインプレーして、うん、まあ、ゲームが終わる、うん、まあ、阪神3連敗ということでね、うん、でこの試合で何を言いたいかというと、うん、やっぱ守り方なんだよ。で5回にノーアウト満塁の阪神はゲッツー体制取ったんだよ、うん、で1点やむらもうしょうがないということで、うん、で7回広島の守り、うん、やっぱ同じように満塁でピンチを迎える、うん、ホームゲッツーを狙いに来て、うん、ホームゲッツー取ったんだよね、うん、でゲッツー崩れの間に1点やった阪神が1対0で負けるという、うん、だから難しいよな、ほんとね、やっぱね5回で外国人シャイナー迎えたら、うん、やっぱゲッツー取りに行くだろうな5回だから、うん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 、で7回で1点勝ってて前進守備をするっていうのは、うん、やっぱこの1点を守らないと村上から点は取れないっていう、やっぱ広島の腹のくくり、うん、だから野球のその守る位置だけでもやっぱ読みだけでも非常に面白いなっていうのは思ったね、うん、ねえ、まさかのね、その1点がこの勝敗を分けるというね、そうまさかの月崩れの1点で1対0で負けるという ね、うん、まあ、打てないのがまあね、そもそもあれだけどもね、うん、はい、はい、で2試合目、うん、1対0、また広島、また1対0、はい、はい、まあ24イニング、うん、阪神は無得点というね、どうしちゃったんでしょうか、バントができずダブルプレーが多い、5回にダブルプレー、10回には、うん、バントができずダブルプレーというね、うん、まあ繋がらないよね、うん、まあこんな試合をやってるようではやっぱこう勝てないというね、ねえ、で11回、うん、まあ、1点を取られる場面だけども、はい、まあ、広島は取る方なんだけどもね、うん、まあ、先頭がフォアボールで出る、うん、ね、で矢野が送るんだよ、はい、これを富田があの悪送球、うん、ね、エラーをするという、はい、うん、で中野も慌てて三塁へ投げるんだけども、うん、まあ、悪送球になるんだよね、うん、うん、でまあいろいろごちゃごちゃってあったんだけども、はい、まあ、あの上田がね、うん、まあ、非常にバックアップもちゃんときれいにしてて、うん、まあ、飛び出したランナーを刺すべく、うん、まあ、サトテルに三塁手のサトテルに渡したけど間一髪セーフというね、うん、でまあ一塁が空いたんで野間をあの申告敬遠、ノーアウト満塁、はい、ね、でここで小園をね、うん、と勝負いくんだよ、うん、で追い込むんだよ、うん、でここで高め用に外しにいくんだよ、うん、高め要求なんだよ、うん、でその高めを犠牲フライ打たれる、うん、でこの球速が142キロって、はい、現代ではすごい遅い、現代ではね、うん、球速なんだよね、うん、まあ早い遅いだけではないけども、うん、いやだけどやっぱりね、
こういう時って外野フライを打ちに行きたいんだよね、うん、バッターって、うんうん、だから高見は狙ってるはずなんだよ、はい、でそれをもう本当にいいコンパクトをして、うん、外野フライを持っていかれるんだけども、うん、やっぱね梅ちゃんがちょっと冴えてないかなと思って、うん、やっぱバントは失敗するゲッツーは打つでさ、うん、ちょっとねなんかやってて自分に対してストレスがたまるようなバッティングをしてたんだよね、うん、だからやっぱりリードも冴えてないのかなと思って、うん、普通ね142キロだったらま、うん、っすぐ高めに要求したらダメだわ、うんうん、これが152キロだったら話はわかるけど、うん、10キロ遅いからね、うんうん、そこの意図は何だったんでしょうね。そこの球を要求した。まあ、っすぐを高めで見せといて低めの変化球でっていうことはあるにしても、うん、見せるんだったら見せると、もうちょっと極端に見せた方が良かったね、うん、この球は高めの中途半端だと絶対打たれるっていうことは冷静に考えたら分かるはずなんだけどもさ、うん、まあ、そこら辺の冷静さもなかったかなっていう感じはするね、うん、で広島は、はい、堀江、ハン、堀浦、うん、栗林、うん、まあ、リリーフ陣がヒット1本も打たれないというね、うん、まあ、完璧な中継ぎをしたという、うん、まあ、そういうことで1対0、はい、まあ、及川がね勝たしてやりたかったけどもね、はい、はい、で3戦目、うん、いきますよ、はい、12対3どうしたの今度は。いやー阪神が勝ちました。すごい、ね、今まで1-0、まあ、1-0できてね。そうよ、3回と6回にまあビッグイニング、ね、6点6点取るんだけども、こういうのも珍しいですよね。そうだね、うん、でピッチャー以外全員安打、うん、全員打点という ね、 ね、あみんなよく打ちまくった13安打の12点という、ね、あ、まあ、この試合で、ほっとしたのは3番に入った森下が1本出てね、ヒットが、うん、まあ、2打点叩き出してる、うん、まあ、復帰して初めてかなヒットはね、うんうん、だからまあ良かったなと思って、はい、で梅ちゃんも昨日ちょっとモヤモヤしたと思うんだけども、うん、梅ちゃんが8番に入り木浪が7番だったんだよね、うんうん、今日はね、はい、まあ、梅ちゃんが3打数3安打、ね、まあ昨日の悔しさを晴らしたというね、うん、まあまあここら辺はさすがですけども、はい、まあ大体ねこう流れを見てると、うん、阪神の、うん、やっぱ3番と7番がキーポイントだね、うん、打順の中で、うん、他はねちょこちょこ打つんだ、うん、でも3番と7番が途切れると、うん、やっぱ点になってこないんだよね、うん、これは不思議と阪神は、はい、だからまあそこら辺を打つ選手がもっと頑張らなきゃいかんな、うん、はいはい、まあまあでも今日は頑張りました。はい、はい、で広島はね栗が2回3分の2、うん、6失点どうしちゃったんですか。どうした、うん、まあ暑さにもタフさがあるし暑さにも強いはずなんだけどもね、うん、まあちょっと今日はどちらかったのかなっていうような感じでした、うん、はい、はい、ということで続いてパリーグです、うん、はいはい、ロッテと日本ハムは日本ハムが3連勝、はい、ソフトバンクが2勝1敗の勝ち越し、はいはい、オリックスと楽天は楽天が3連勝でした。はい、はい、いきますよ、うん、はい、ロッテ対日本ハム、うん、小島、種市、石川、はい、で日本ハムは加藤、バーヘーゲン、伊藤ということでね、はい、まず最初2対1、うん、日本ハム、はい、ね、小島が7回までノーヒットノーランやってる、ね、あ、これやられるかなと思ったら、うん、あれと思ったら8回、うん、いやなんかあれ1点取ってんなと思ったら、うん、あれどうやって取ったんだろうと思ったら石井の、うん、ホームランで先制という、ね、これ石井って多分ね早稲田の先輩になると思うんだよね小島の、うん、だからね小島素晴らしいピッチングしてたんだけど、うん、先輩にはなんか響かなかったんだろうね。何いややっぱそのピッチングがピッチングが、うん、やっぱこうかつて知ってる人間っていうのはさ、うん、なんか優位に立てる時ってあるんだよね、うん、精神的に。ああ、なんかね、うん、かそれあるかもしれないですね。まあそういうのかなとか思ってて、うん、考えてたら9回、うんうん、軍事にソロホームランを打たれて2点を失う、うん、痛かったねこの2本目が。痛いですね。まあ早慶戦やってんだよね。
勝手に軍事慶応で、うん、ねえ、うん、早稲田の、同僚に撃たれ、うん、ねえ敵の慶応の軍事に撃たれるというね、ね、うん、ねえ、はい、そんななんか、うん、で、ね、まあ、それまで良かったのがそういうことになるんですか。そうなんだよ、これもったいないんだよ、後で言うけども、うん、で、9回、はい、まあ、田中正義が出てきた、うん、ねえ外がデッドボール、はい、代打角中、うん、フォアボール、うん、中村がきっちり送って、うん、ね、高部がノー、あ、ワンアウト二三塁、うん、で高部がフォアボールでワンアウト満塁、はい、ね、代打山口、うん、ボール2、うん、からの3球目を強振して、うん、まあ、サードゴロなんだけどね、はい、まあ、最後はポランコが打ち取られる、うん、まあ、1点を内野ゴロの間に取られるんだけど、うん、これどうやったかなと思ってさ。どういうこと？いや、山口が、うん、あの外の田中正義のまっすぐを引っ張りに行くんだったら、うん、ちょっと難しいと思うよ。これは引きつけて右の方向に内野ゴロだったらもう仕方ない、ああ凡打になっちゃったなと思うんだけど、うん、ボール2からまっすぐだけで、うん、来たというだけで、うん、強引に打ちに行ってるという、うん、この辺りが山口のこうなんていうのかな、調子の悪さというか、うん、なんかそれを感じたね。うん、もしくはあんな難しいボールは見逃すとか、うん、それでもまだヒッティングカウントだから、うん、だからここら辺の冷静さがあるとちょっと状況は変わったかなって思うんだよね。うん、まあ、最後はポランコしょうがないんだけども打ちに行って、うん、うん、だけどちょっと山口の打席が非常にもったいなかったなと思ってさ。なるほどね。もう田中正義がアップアップしてたからね、うん、でボール先行のツーボール、うん、でもう取りに行くしかないのは分かってても、うん、でも投げた球が本当にいいところに行ったんだよね、うん、そんなんさ、ほっとけばよかったのになと思って、ね、そしたらもうちょっと打ちやすいボールを待つとかさ、うん、だからここで1点取ったって、うん、自分がね、もう同点もしくは逆転するぐらいのつもりだったらもっとね、堂々と立って、うん、甘いボール待っといた方がよかったなと思うね、うん、もっとね、ピッチャーがこれだと苦しくなってくるし、まあ、そうだね、うん、で加藤がこの試合、はい、久しぶりに勝ちました、はいはい、5月以来かな、はい、7回3分の1、92球、うん、7安打、6三振、はい、無四球無失点という、はい、まあ、いつも無四球だよね、この人はね。で、小島、はい、よく頑張った、9回、うん、116球、うん、2安打、うん、6三振、2四球2失点。もう2安打がね、2安打が2本ともホームラン。それがちょっとね、まあちょっと悔やんでも悔やみきれないというかさ、ですね、それまでノーヒットノーラン7回までやってるから ね、これが2回ぐらいのホームラン、ソロホームラン打たれてるんだって話は分かるけど、うん、8回9回で1本ずつ打たれたというね、悔やんでも悔やみきれない、まあ、非常にもったいなかったね。本当ですね、うん、うん、まあロッテと日本ハムって、ね、2位と3位の争いだからね、うん、で2試合目、はい、10対2、うん、日本ハム、うん、バーヘーゲン3年ぶりの日本の勝利、はい、日本でのね、うん、1015日ぶりの、うん、まあ、勝利らしいわ。おー、まあ、すごく大きく前回いた時と変わったっていうのはさ、うん、スライダーが大きくなったね。でね、縦スラを使うようになった。うん、まあ、これがね、非常に効果的だったかなっていうね、まあ、そんな感じがします。うん、で種市、はい、10ゲーム連続のねクオリティスタートしてる投手だったんだけども、うん、種市が94球、うん、ストライクがそのうち61球、うん、見逃しが16球、うん、いいということはストライクをどん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 投げすぎたっていうことなんだよ。うーん、結局10点も取られるっていう。積極的に日本ハムの方はストライクを打ちに来てたしね、うん、その中でやっぱ誘うボールというよりもストライクで勝負をするという種市が、うん、まあ、捕まったという形なんだよね。うん、うん、
まあ、打つ方では日本ハム、はい、7番に入った清宮が3安打、伏見が1安打2打点、うん、9番の奈良間、4打数2安打2打点という、はい、うんうん、これファインプレーも2つしてるという、うん、で水谷が代打で2点タイムリーという、うんうん、ね、ねえ、で水谷の走塁、うん、ワイルドピッチランナーセカンドからチョークがホームにホームインしてきたという、ね、うん、ロッテは3安打しか打てなかったという、ね、15安打と3安打ではね、そうだね、まあこの日はね奈良間、まあ、特にファインプレーも2つあったし、うんうん、やっぱこうタイムリーが2本あったんだよね、うんうん、1本目は引っ張って次は流してという、だから非常になんかこう考えられたバッティングをしてるし、うん、だから日本ハムが何て言うんだろう、日替わりのヒーローがまた出てくるようになったなっていうような、うん、まあ、1戦目は石井和成、うん、郡司、うん、まあ、この試合は清宮であり奈良間だったよね、うん、だから非常にいい感じでヒーローが出てきたかなっていう感じがします、うん、3戦目、はい、10対6、うん、日本ハム、うん、この試合はね6対、4で迎えた7回ね、うん、同点をマルティネスが打つんだよ、日本ハムの攻撃ね、はい、うんうん、だけどセカンドを欲張ってそこで同点になって走塁死をしてしまうんだよね、うん、あ、なるほど、これでね押せ押せだったんだけどもさ、うん、あーこれでちょっと流れが同点で止まるかなと思ったら、うん、清宮がホームラン打ってくれたんだよ、うん、ね、で勝ち越してくれるんだよこの回で、うんうん、まあこっからやっぱり勢いがついたね、うん、で9回には清宮が、まあ、ツーランホームラン、またはい、すごいね、はい、4打数4安打この日はね、ね、はい、だからもう清宮でなんかこう勝ったような、うん、だから流れをこう引き寄せたというかね、うんうん、まあどっちに転ぶかわからないゲームだったんだ、まあ序盤から点の取り合いでね、だったんだけども清宮がしっかりこう、うん、流れを渡さないで打ってくれたというね、うん、まあそんな試合でした、はい、でまああんまり見てないんだけども、うん、まあ申し訳ないけどもね、初回伊藤がね、うんうん、まあ、非常に乱調だったんだよ、うん、でフォアボールも3つぐらい出すし、うん、でワンアウト満塁で迎えた、うん、もう非常に制球に苦しんでる時の安田、うんうん、はい、ロッテの攻撃、うんうん、で安田が立ったんだけどそれ初球をね、うん、簡単にサードファールフライに打ち取られるんだよ、はい、やっぱねここはねもう勝負決めてやるぐらいのつもりで、うん、1点を取ってなお満塁だったでしょ、うんうん、いやだからねこの初回で勝負を決めてやるっていうぐらいのつもりで俺は打ってほしかったなと思ってさ、で初球にしたらあまりにもアップアップしてるピッチャーに対して簡単に手を出してサードさファールフライっていうのは安田のバッティングを考えるとちょっと情けないなと俺は思う。なるほど、うん、もっとガツンと引っ張るとかさ、うん、なんか力強さを見せてほしかったよね。うん、まあそういう3戦目でした。はい、はい、で続いて西武対ソフトバンクね、うん、はい、西武竹内、はい、今井、隅田、うん、ソフトバンクはスチュワート、大津、モイネロ、はい、はい、1戦目4対0、うん、ソフトバンク、はい、でねソフトバンクはねこれまで竹内に対して2勝0敗竹内が勝ってんだよね。で防御率が0.38 というふうにソフトバンクを抑えられて、うん、4回の攻撃ソフトバンク、うん、栗原ツーベース、ツーアウトになるけど正木がタイムリー、うん、バックホームの送球が送球間に、まあ、2塁に正木がね、うん、1点を取って進むんだよね、うんうん、で牧原タイムリー、分かる何を言いたいか、うん、ね、タイムリーで2点を失う。でねこの時のね、うん、俺西武の守りっていうのが、うん、竹内が投げてて、うん、俺もセカンドやってて竹内の球威とかなんとかって考えると、うん、左バッターが俺は引っ張れる1、2塁間に引っ張れるとは思ってないんだよね、うん、だいたいセンターに来るかなっていう、そのセンターを牧原が抜いてってるわけ、うん、セカンド寄りの、うんうん、これはねやっぱ俺守備位置が考えられてないと思うよ、うん、やっぱもう少し考えた方がいいのと、うん、やっぱ正木のタイムリーで
バックホームするのはいいけど、誰もカット前に入ってないんだよね。あれね、カットしてやっぱ打者走者をセカンドにやるから、うん、マキアラがタイムリー打つようになるんだよ、うんうん、だから竹内が投げてて、うん、これはね竹内の失点になっちゃうんだよね、うん、防御率も上がるし、うん、だからここら辺はねやっぱ俺はしっかり守っててやりたいなって思うね、うん、だからここはね本当にあの守る守備位置だとか、うんで送球間にやらないとか、うん、完全にホームセーフなんだもん、うんうんうん、だからまあそれですあのセカンドを陥れた正木の走塁もすごいんだろうけども、うん、まあだけどそこら辺はもうちょっと考えてほしいなと思うね、うん、で7回にも正木、甲斐、今宮で2点を取られるんだけどもさ、うん、まあ正木正木って言って正木は6打数6安打前日からね、うん2日間猛打賞ということで、うんとはい、竹内は7回4失点、うん、スチュワート7回3安打無失点というね、うん、まあ竹内はワーストプロ入りワーストの4失点という、ね、でもすごいよねでもここまでね、うん、4失点しなかったっていうのすごいよすごい、うん、まあそれとやっぱ勝ち星も貯金作ってるわけだから、うんね、5勝3敗になっちゃったのかな、そうですかね、うん、だから2つの貯金を作れてる5勝2敗だ5勝2敗か、うん、3つの貯金をできてるっていうのがさ、うん、やっぱすごいなと思うよね、ねえ、やっぱ強力なソフトバンクに対して、うん、まあ、堂々と投げていってるからね1年目ですからねそうだね、うん、あとはやっぱり守る位置、うん、守り方、うん、まあこれをもう少し慎重にやってほしいな、まあ、コーチも含めてだけども、うんはい、で2試合目、はい5対3、うん、西武、ね、初回、はい、野村、うん、ホームラン蛭間ホームラン、ねね、若手がパンパンといって3点先制本当に、ね、2回フォアボールのランナー2人置いて、うん、柳町、うん、スリーランソフトバンク同点だよ9人もう一発でねやっぱりねフォアボール今出したくて出してるわけじゃないけども今はこういうケースが多いな、うん、フォアボール言っといて、うん、やっぱ取りに行ったボールを打たれるというね、うんうん、でまあ3対3でずっと言ってたんだけど、うん、8回、ソフトバンクのピッチャーヘルナンデスに対して、はい渡辺監督が指輪のクレームを出したんだよ、うん、あそうそうね、うん、え何が悪いのみたいないやいやこれもう規則上は外さなきゃいけないような規則になってますみたいな投げる方の指ねまあだけど右手にしてたんだよねグラブにはめてたんだけど、うんまあ、それも取って、うん、まあだけどやっぱ精神的に動揺したのかわからないけどもさまあ野球って心理戦もあるからね、うん、連続デッドボールねえちょっとこんなことあんのかなわかりやすい動揺ですよねそうだねまあ動揺したとは思えないけどさ、うん、ただバランスが崩れてたのがわかんないよね、うん、指輪がなくなって感覚的にまあ感覚的にな、うん、で4番に入る山村ヒット、うん、ツーアウト満塁から外崎が決勝の2点タイムリーというね、うん、このね2点タイムリーを打った時に西武ベンチが映ったんだけど、うん、全員飛び出してジャンプして万歳とかしてるけど、うん、やっぱああいう姿になってくれるとね、うん、いつもあ、ね、若手も多く使い出してるしさ、うん、だからやっぱこう若い力でね、うん、まあ殿崎っていうのはもうその中ではベテランの中に入ると思うけども、うん、まあだけどやっぱ若手をねああやって喜ばす、うん、ね逆に若手も殿崎とか源田を喜ばす、うんまあ、そういう風なチームのモチベーションになってきたらすごいいいチームになるかなっていうような、うん、そういう絵面があったねそこにはねなるほど、はい、で3戦目、はい、これはすごかったぞ何いや隅田、うん、ねよく投げたわ、はい、9回、うん、101球、うん、7安打7三振、うん、無四球1失点ねで対モイネロ、うん、8回113球、うん、5安打9三振無四球
無失点、うん、両チームの投手が無四球ということで、ねえ、あねえ、うん、でこれ1点を9回に取られるんだけどもさ、本当ね、うん、まあ栗原がね、うん、まあタイムリーヒットを打つんだけども、うん、この時に、うん、前進をしてるんだよね、守備体系が、うん、だからここが高校の守りで前進、これ前進じゃなかったら取れたかもわからなかったんだけど、うん、まあ難しいなこれはな、外野の話、外野の話ね、うんうんうん、まあこれね本当にね守り方って、うん、まあ難しいよ、やっぱこうピッチャー出身の監督だったらこのピッチャーに絶対勝たしてやりたいな、手は やらしたくないなっていうね、うんうん、思いからやっぱり前進させるだろうし、でも野手の監督だったらいやもう次の裏があるから普通に守れって言うかもわからないしね、うん、だからこれはやっぱ難しいな、豊さんなら普通に守れと言ったかな、もうちょっと下げてるかもわからないな、うん、まあ1点取られても、うん、やっぱ次もう1イニングあるっていうことを考えるとさ、うん、やっぱ危険だからね前に守るっていうのは、うん、まあでも難しいな、その時の感情だろうな、もうこのでもこの試合から言うと、もう本当これがね初めての得点っていうことを考えると、まあ、そうだな、また余計いろんなことを考えますね、うん、いや隅田がね8回もねピンチをしのいでんだよね、うん、ワンアウトサードを、うん、ショートライナーでね、うん、ゲッツー取って、うん、しのいでるだけに、まあ、やっぱもう点はやりたくなかったんだろうな、それが結果的には点を失う形にはなったけどもね、うんうん、ただ西武も、まあ、9回松本を攻めてね、うん、満塁まで攻め寄るんだけども、ね、まあ、あと1本が出なかったという試合だったけどもね、まあでも本当に素晴らしい投手戦だったし、ね、まあ、野球の難しさっていうかね、うん、まあ、そういうのを知らされるような、まあ、ゲームでした。はい、はい、じゃあ最後、うん、ね、オリックス対楽天、はい、オリックス曽谷、スティーヨ、うん、佐藤、はい、楽天は早川、うん、岸、うん、藤井ということでね、はい、早川が 6連勝、うん、3対2で、ね、ね、8回100球6安打7三振、うん、1四球、うん、1デッドボールの2失点というね、うん、まあこれはね、まあ、先ほど種市の ところでも言ったんだけど、うん、ストライクが、まあ、100球ちょうど投げてね、うん、ストライクが76球、うん、ボールが24球、うん、ということはもうどんどんやっぱりね攻め込んでいってんだよね、うん、だから無駄球を使わないという、うんうん、もうどん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 もうやっぱり状態がいいんだろうね、うん、やっぱ100球のうち76球がストライクで勝負してるということは、まあ、素晴らしいと思うよね、うんうん、でボールが24球しかなかったという、うん、はい、ね、で3回にフランコタイムリー、はい、阿部がツーランホームランで、まあ、3点、うん、この3点を守っていくわけだけどもさ、うん、9回、はい、頓宮がツーアウトから、まあ、2塁打、うん、これはね田中と辰巳がね、うん、ちょっと譲り合うような形でツーベースになるんだよね、うんうん、で3対2でしょ、うん、これ1点取られたら同点になっちゃうじゃない、うんうん、で代打トーマス、はい、ね、うん、この辺りを小深田が、うん、まあ、センター寄りだったんだけど横飛びでこうして、うん、ゲームセットね、いやー素晴らしかったねまあ当たりも素晴らしかったけど、うん、小深田の反応も素晴らしかったというね、なるほど、まあ、ファインプレーでゲームセットという、うん、その前はなんか譲り合った変なプレーがあったけども、まあ、小深田が救ってくれたよね、うん、はい、はい、で2試合目は3対2、はい、まあ、楽天、うん、まあ阿部が決勝タイムリー、うん、ね、うん、ね、そうそう、これ延長戦ですもんね、はい、10時回までそうだね、うん、でまあ打った阿部ね、うん、7月はね3割9分ぐらい打ってるんだよ、うん、非常に調子が上がってるというね、はい、これ延長になって、うん、結局山下俊平太が出てくるんだよ、うん、で3分の1 15球、うん、2安打1四球1失点という、うん、
だからまあここら辺がオリックスがしっくりこないところかな。山下投手はこういうタイミングで投げた経験ない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 。いや大体先発で、そうですよね、まあまあ投手もね、うん、ある程度苦しくなってきてるし、うん、だからもうやむなく使ったんじゃないかなっていうの気もするけどもね。でもまあこうやって準備してあるということは、うん、こう先発の中ではないという感じで今はいるんでしょうかね。まあまあそうだね、うん、でも阿部にマークフォークだったと思うけども、うん、それをレフト前に持っていかれるんだよね、うんうん、いやだからまあ、山下がやっぱこう投げれないと苦しいなというね。ですね、うん、本当に、うん、で9回、まあ、それそういう演出になったのは9回マチャドがフランコに同点タイムリー打たれてるんだよね、うん、でマチャドはね10ゲーム連続無失点だったんだけども、うん、まあ、これで切れたというね、うんうん、だからまあまあ、接戦にはなってるけども、うん、まあ、やっぱこう中継ぎとかちょっとオリックスは苦しいのかなっていうような感じがするよね。なんかこのね系統を見てみてもそんな感じはしますかね、うん、やっぱねショックが大きいんだよ。うーん、山下俊平だとか、うん、まあ、去年の活躍見てると、うん、まあ、あんな球どうやって打つんだっていうような、うん、まあ、そんな感じの投球もしてたしね、うん、だそういう意味ではその1回投げただけで1回完結できないという3分の1回、うん、そうですね、ワンアウトしか取れなかったというね、うん、で15球投げて2本のヒット、うん、1つのフォアボールに、まあ、1失点ということだから、うん、だからまあちょっとあれだな、しっくりこないな、うん、でまあただねオリックスは中川が帰ってきてるな、うんうん、だから非常にやっぱ打線としたら、まあ、野手の厚みは非常に熱くなってきたかなという感じがするよね。で最後、はい、5対12対5楽天、本当に1回から3回まで8点取られてるんだから、うん、オリックスは、ね、ずっとオリックスが8点を取ったというね。でこの中でもう打たれるのは8点を取った1回から3回までにね、楽天がね、うん、でこの中で、うん、まあ例えば初回にね、うん、浅村がタイムリー、鈴木にスリーラン、うん、これはねもう4失点これだけで、うん、これはねもう打たれてるんだからしょうがないと思うんだよ、うん、ただ2回、うん、バント処理、うん、これをね一塁に悪送球してるんだよね、はい、まあこういうことが重なると、うん、やっぱもうちょっと使われなくなるよっていう、うん、だから佐藤は1回6失点だもん、うん、まあ、2回もマウンドに上がるんだけど、うん、まあ、アウトが取れずに降りるんだけどもね、うん、それを継いだ佐伯、うん、まあ、2回を2失点という、うんうん、だからやっぱこう若手でやっぱ大事なことっていうのは、うん、やっぱ打たれるのはしょうがない、うん、ただできることはしっかりやる、まあ、これはねすごく大事なことなんだよね、うん、だからそのバント守備そんなに慌てるバント守備でもなかったし、うん、まあ、きっちり一塁に投げるとか、うんうん、まあ、そういうことがないとやっぱ今後やっぱ起用法に困る、うん、ね。でこの前せっかく勝ってただけにね、うん、で楽天、はい、クリーンアップ、うん、9打点上げてんだよ、うんうん、この試合で、うん、クリーンアップだけで ね、まあ、辰巳と浅村、鈴木大地、うん、まあ、この3人が共に3打点ずつというね、うんうん、まあ、よく分け合ったなっていう感じがするんだけどまあ9打点で、まあそりゃ勝つわなって、ね、だけどそれを上げさせてるのが一番の王、うん、5打数4安打、うん、ね、まあ自分も2打点取ってるという、うんうん、だから非常に楽天もこれ後半戦に向けて流れが良くなってきたね、うんうん、それとねオリックスがねこれ当たる前に、うん、やっぱオリックスと楽天どっちかなっていうふうに思ってたんだけど、うん、やっぱ楽天が引き離す形になったよね、うん、オリックスは苦しくなったと思うわ、ね、うん、ちょっと3連敗は厳しかったですね。そうだね、オリックスもね一時期 5割に戻した時はあるんだけども、うん、それをキープして後半に入りたかったと思うんだけどもね、うん、まあ、それが不可能になってしまったというね。なるほど、まあ、そういう前半でした。はい、まあ、前半ねやっぱソフトバンクが非常に飛ばしたなっていう、うん、
また飛ばして貯金も多く作り、うん、まあ日本ハムがね、一時期貯金があったけど貯金なくなって借金も生活もしたけども、まあ貯金でね折り返すし、うん、A クラスで、うん、まあ折り返すっていうのは新庄政権になって初のことだよね。そうですね、はい、もう 2とも1ゲーム差まで来てますからね。そうなんだ、うんうん、だから非常に面白い戦いになるなという。それと楽天がちょっと追随してるしね、うん、そこも1ゲーム差で寄ってますからね、うん、そうだね、うん、あとはやっぱオリックスと西武は頑張らないと ね、はい、いけないなっていうふうに思います。はい、はい、ということでね、1日置いて23-4が、そうだね、明日はね、日韓 OB 戦があるんだよね。エスコンフィールドね。エスコンフィールドね、うんうん、はい、もうぜひご覧ください。本当に豊さんも解説する予定ですので。そうなんですよ、はい、ね、まあ忙しくて ね、はい、まあセ・リーグの方を見るとやっぱ巨人がね、うん、やっぱ安定してたなという感じと、まあ、広島はしぶといなっていう。これ1ゲーム差ですからね、はい、1位2位は。そうだね、うん、で DeNA はちょっともったいない試合多いな。ちょっと今日のね、3試合目なんてもうどうなるかなっていう試合でしたけどね。まあそうだな、うん、ちょっともったいない試合が多すぎるということと、まあ、阪神はせっかく打ったのに明日からちょっとブレイクが入るというね、うんうん、だからまあちょっと立て直してしっかり固定で戦えたら絶対戦えるから、はい、ね、頑張ってほしいのと、うん、やっぱ中日は、うん、中日もやっぱりちょっと固定にしてほしいな、うん、入荷もできればね、なるほど、うん、そしたら小さな細かなミスも減ってくるかなっていうふうに思います、うん、でヤクルト、うん、ね、まだまだやっぱあれだけの反発力があるんだったら、まだ戦えるから ね、うん、頑張ってほしいなと思いました。うんと、まあセリーグはね、パリーグに比べるとまだ混戦ということですね。そうだね、はい、はい、ということで明日はお休みの23-4がオールスターゲーム、はい、25はお休みの、また26日金曜日から、はい、そうだね、3連戦始まります、はい、ヤクルト広島、はい、DeNA 巨人、はい、阪神中日、はい、日本ハム西武、はい、楽天ロッテ、はい、ソフトバンクオリックスというカードです、はいはい、で3連戦の振り返りは、うん、次回1週間後の日曜日にお届けします。そう予定です、はい、はい、ね、ということで、また見てください。はい、はい、ありがとうございました。はい。